シャンドル・モーリツは、ハンガリーの貴族、騎手、伯爵、クレメンス・フォン・メッテルに非公爵の娘子、トレンチーンに起源を持つシャンドル伯爵家の最後の末裔として生まれた。父親が死んで、伯爵家の当主となった後、自慢の体力と、無効密な性格から、様々な危険な乗馬術に挑戦するようになった。この乗馬術は、 友人の画家プレステルによって約300のイラストに描かれ、このイラスト集は1858年に出版されている。またシャンドルは馬の飼育に関しても第一人者とされていた。ウィーンの社交界では大変な人気者であり、悪魔の騎手の異名で呼ばれた。1851年、それまでの無数の乗馬中の落馬の影響による脳の病気に突然襲われ、以後は 廃人として、余生を送った。1835年2月8日に、クレメンス・フォン・メッテルニ非公爵の娘レオンティーネと結婚し、間に、一人娘のパウリーネを設けた。パウリーネは、母親の異母帝にあたるリハルト・クレメンス・フォン・メッテルニ非公爵に嫁いだ。作曲家カール・マーン・ニムレは、シャアンドルを、主人公にしたオペレッタ作品、悪魔の騎ッを残している。 ありがとうございます。